だって資料の会なんだ。そうですよ、ね、そうだよ。じゃあ俺の会じゃないでしょ、今日みんなで集まりましょうの会じゃん。このどこで何ですかこの服、うん、日が、日がボスでしょ、うん、じゃあボスはつかないです。ヒューゴ、ヒーガ、ヒーガ、どうしたどうしたどうした、この感じどうした。何やってるんですか。グッと入ったらその左に抜けないくこと、それは関係ですか。そうだよ。何回言わせんだよ。ランクが上だとそうなってて、いやいや変わってしまいましたね。所得で決まるんだ。あらららやだやだ。何が去年よりいいの？去年より何が良くなったの？なんで賞金を取れたの？いやだからもう本当総合的に全部レベルアップしたと思いますよ。あと気持ちの面とかも。ツアー選手権の時の最終ホールとか、リュウさんとか見ててあれはすげえって言ってたよ。すごかった。あのは、あの仕切り直せ。そう。あれ普通ちょっと打っちゃうよね普通。うんうん、なんか流れで。でもあ普通の人はだよ。うん、ああいう極限で、うん、ああなったらもういいか。あと仕切り直すことはやっぱりあんまりこう、ね、そうっすね、したくないみたいなのあるじゃん、うん、でもさあっさり仕切り直してさ、うん、まあその後入ることがすごいけどね、うん、だそういう冷静な部分っていうのもね、なんか見えたかもしれない。なんか2メートルのパッドを外す気しなかった。そう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 、あのそれってすごくない？2メートルのパッドだよ、ね、あの レールやってるじゃないですか、うん、あのレールの上に球を止めるとか、うん、もうめちゃくちゃ、まあ ね、やったでしょ、うん、いいロールしないと止まらないっていうのずっと練習してたら、あれのさちょっとさ太くて細いやつあるじゃん、まあ、手振られて乗せるのが難しい。あれね乗せるのマジ難しいよね。あれね女子プロでさ、あの大里さんがさ、はい、あいつも朝やるの、うん、で前の日例えば飲むじゃん、あでさ坂道、俺一番びっくりしたのはサントリーレディースって6号、ああ分かりますよ、うん、練習場から坂上がりしてる、あ坂上がって練習に行くじゃん、でハーハー言ってるじゃん、ですぐそれ始めるの最初に乗らなくてさ、あ手の震えと、なるほど、飲みすぎとニンニクとなんかいろんなものが相まったら、でちょっと平らだと乗る、うん、あと湿気があると、うん、あとそのちっちゃい穴に、うん、専門家かよ。いや俺あの乗せるの苦手専門家。あ、で本当にそれが傾斜だったりして、うん、ちょっと乾燥したりすると乗らないのよ、ね。で向こう構えてる、うん、これしたら。次ちゃんと乗せなきゃいけないプレッシャーで、したら今度俺老眼もあるじゃん。もう命がけよ。したらまたポロッとしたら俺もう3回目はやばいね。え3回目は乗せないともう練習終わんないもん。あのね言い訳して、うん、なんか膝がしびれちゃってなんかこうやって変な体勢で乗せるか、でも向こうはもう関係ないもんね。膝がしびれるのが何か覚えてほしいんだよ、やりやみたいな感じじゃだって若い方乗せられるんだよ、たぶんちっちゃい山に。それが傾斜だとポロッと落ちるのよ。これ最後もツバやりたくてね、ほんとは。でもコロナの時点まずいよ。粘着で包んだやらしてあげたい。しかも1回置いて失敗して2回あれってなるからね。え、大丈夫ですかみたいな、うん、50抜いてさ、もうだんだん不器用になってくるから最後こうやって両手持ってこうやってクレーンゲームみたいでしたもうさ何でも変な話できんじゃうよ、うん、じゃん。だからもうほんとね一人でメンタルトレーニング朝から、うん、できるな、そう大丈夫俺大丈夫それを連続してやるんだよ、パン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 で拾ってなんかここに物を置いておいてリズムよくやらせてあげたいじゃん、リズム狂わす狂わす自分で置いてって思ったもんね。マジでマジで本当に俺が打つから置いてってそんなわけねえだろ。ごめんね、こんなつまんない話じゃない。いや言っていい、うん、一番興味ある、うん、そうでしょ、これが一番興味ある、うん、ね、いや岡本の賞金よりそのやっぱりそうそう、そういうのがいい、キャディの実務、うん、細かい実務ある、ね、いや、いい話もいいけど、うん、こういう苦労話もなかなかないじゃん、うん、ボールも置けないで、妻をつける湿気がないとダメだでもコロナだからおでこの汗を一瞬拭く、あ、そうなんかごまかしながらねこう脇とかね汚ねえなほんと大変なんだよあれ。そういうのはないんだね。いやだから俺の苦労はさっき言った島さんのあれですよ、もう来ないから時間ギリギリまで、レールもやるでしょ、
レールも、あ、そう、それはボール置くの。あ、ボール置かないけど。あ、かけやるね、置ける。まあ、あれ、別にあれは簡単だから、あれ、全然でかいし、穴が。別に関係ないんですけど、そのロッカーに行って、あのね、焦ってんのが嫌なんでしょ。そう、あの、セガサミ遠いじゃないですか。あ、ちょっと遠いね。ティーグランドから。あの、例のね。生まれた時に走った。いや、シャパカの、俺も、本当にチェックしてなかった部分が、線入ってた。うん、あれって言って、もうスタート4分前ぐらいだね。なんかいきなり走ってどこ行ったからどうしたの。そしたらロッカーまで走って取りに行ってさ、うんうん、俺の足も意外と速いんだよ、うん、普通に間に合ってね、うん、ものすごい走ったの、うんうん、まだスタートしたらポールかかったなと、うん、そうポールかかってない時間、そしたらさ間に合って、これ右行かないんですよ、言ったらめちゃくちゃ右飛んでたんだよね。僕も今年あの2日目最後の最後にパターを変えたいっつって、うん、もう前の組アナウンスしてるんですよ。あ、前の組はまだいいじゃん。いや、前の組アナウンスしてて、いや持ってきて、持ってきてって言われて、前の組がアナウンスされてる時に持ってきて、新しくさっき置いてったの、置いてきたパターじゃないやつ持ってきてって言われたの、うんうん、でそれを俺が管理してなくて、その時そう、どのパターか分かんなかったんです、どこに置いてあるのか。なるほど。でどうしたんですか、やっぱ小規模のキャリーがその時。いや、やっぱ匂いとかやっぱ感じたわけ。いやけど、いや、あの、なんとなくは先生の頃、さっきまでに、あ、これ絶対そうだなとか。いや違うんですよ、だから違うだろうね。そのパターを、そのパターを使ってなかったの、あのその週の練習ラウンドしか、はいはい、で急にそれ使いたいって言って、うんうん、取りに行った時にそれを俺管理してなかったから、うん、あのこの今まで使ったやつでいきますって言ってたんだけど、急に変え、それに戻すって言って、でどこにあるのか分かんなくて、でロッカーあれしてトラベルケース上がって、あ、これだよなと思って一応持ってったら、もうかけだよね、かけ、これしかないと思って持ってったら、合ってたからよかったけど、もし違かったらどうしようと思って、で寄せ取ってたんじゃないですか。ね、変えない方がね、変えてった下手に間違っちゃった方が本当は良かったかもしれないよね。あ、逆に ね、だって変えて入んなかったんでしょ。入んなかった、全然でしょ、うん、全く。だからそれは多分あれだよね、予選は岡本のせい。いや、だからなんでこう持ってきちゃったんだろうって。ああ、そういうことね、うん、当たりをね。なんでこういう時だけ考えんだよって面白いんだよね、練習方法が。右足で打ったり左足で打ったりとか、ね、はい、いろいろやるわけよ。すごい。だヒロシとのタイプが違うわけ。ヒロシはそういうのしないから絶対、うん、あ、しないね。まあ、やるとしたらパターで、あのヘッドの脇にT 刺して、ああ、はい、まあ、やるぐらい、はい、だけど、あの何かこうドリルみたいなのやらないから。でもドリルしかやらないです。そうだよね、はい、もう終わった後のドリルは本当すごい、まあ、あのあれ長尺でやって、うん、パターロングパット打って、あとは3つボール入るの4箇所でやって、うん、で早く終われば終わり で、あとはあのグリップのなんか太いのつけて素振りするんですよ最後。 あれいいですね。そうですね、あの宮沢マサルさんいるし、お父さん、 はい、あれが出してる、あ、持ってる、俺も、あ、持ってる、柔らかいです、あれをで素振りするんです。あのなんかやっぱり試合中ってどん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 力入ってきちゃうんですって、うん、であれで素振りするとここの筋肉がいかに握ってたかって分かるから、それでずっとしな、シャット。それは本当に和樹が言ってんの。そうですよ、俺が言うわけあ、そうだね、じゃあよかったと思います。だったら嫌だよ。じゃあそう、本当にそうです。そうなのね。あとそれをサブちゃんが持ってるのもびっくり。そうなの。ももちゃんに俺今年ね、うん、あの三菱でちょっとアプローチでちょっとこう、まあ、悩んで、まあ、ちょっと悩んだから、うん、まあそのバンカーも、うん、まあ、ちょっと力ちょっと強いんじゃないですか、うんうん、でなんか軽く握ってっていうので俺もそれ買ってきて、うん、それで次の週にちょっとこれつけて、ちょっと、うん、つけてやる、はい、つけて、うん、つけて打てんだよ、うん、でやったので後ろチャックになってる。そう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 。したら、あ、ちょっと違いますって、すぐあ、 そんなことあると思って、いやグリップ柔らかくするんだったらこれじゃんと思ったのに、うん、これ、いやけど和樹もずっとあれ調子悪くなった。これ今言ったじゃん、はい、これ来年から絶対使う。急に使う。あ、本当ですか。終わった後に急にやりだす。これ、いや、それでアプローチやってますよ。アプローチもやってる。やります。あららら。いやいや、でもこれ見た人は発注すごいから、もうこれ、 これテレビ読んでやるんですね。こちらにアクセスしてくださいじゃない。マサルさんからなんか、いや、それ和樹に入るようにして。マサルそっちそっち名前呼び捨てそう、こんな感じで呼び捨てさん考
えてるね、全部。全部そうですね。こう、だからこうなるからこうしなっていう、そうそう、全部こう。それって分析できるのはすごいよね。すごいですね。もうすご、本当すごいです。だからあとよくこう、体地面にこうやって近づけてヘッドグーってやったりするじゃないですか。うんうん、ちょっとね、くっつけて。くっつけてグーって。あれはもう、ヘッドくっつけて。ヘッドくっつけて下にズズズズってやって、うん。もう絶対ここ起き上がんなくて、うん、もう要は、抜けちゃうんですって、やっぱり試合やってて抜けるっていうのは関節が浮いちゃう体から、ああ、こうやってね、そう、あ、だから右乗せてグッと入ったらその左に抜けないくこうやってずっと、そうです、それは和樹が言ってたの、そうだよ何回言わせんだよもうダメ口先輩先輩に何回言わせんだよ何ランクが上だとそうなってしまう、いや、仲間としてもらいましたね所得で決まるんだ、あらららやだね同じことの繰り返しなんだもん今年あれですよね、メモ持ってないんですけどね、あ、そうそうそう、メモ持ってない、あのね、グリーンのね、それで岡本さんがいいキャリーさんなんで信用してますっていうのを書いてみて、あ、そうなの、でも記事には7、記事は7か、岡本さんがいいキャリーって言ったのだって矢印しろって言われてる、そうだよ、ね、間違いない、矢印なかったの、そうですよね、だから矢印、矢印がなくなっちゃったじゃん、うん、そう、だからだからこうやってコロコロあの聞き点からこうやってやって転がして書いてんすよ、こうやって5ヤードずつ俺歩いてその向きを、え、投げてる、投げてますよ、あのえ、ちょっと一回やってみて、どうやって投げて、じゃやってみて、投げ方、投げてコロコロ、違う違う、だってやってよ、何何練習ラウンドでしょ、月曜日の、そうそう、月曜日でこうやってコロコロってこうやって、いやだから、ね、じゃあ変わんないじゃん、これがカップ、そうカップ、こんな近いの、あ、近い、うん、でも俺ちゃんことしてはどうだったの、あ、ましたよね、あ、だからシロちょっと痛いよ、ずっとやってたよ、なんもうめんどくさいもうしばらくやっててからの方がいいんだけどなあれ風とかってさ、みんなさ、こう選手ともう合わせる、例えば前のホールとかこうだった、いや、あの一応和樹はその場の風で基本はこうだけど今感じてるのこうっていうふうに言わないと、まあ、合わせるわけ、その前のホールはこうこうだよ、こうだったよってこう一応メモ見せて、けど今感じてるのこうだからっつって、はい、ローボール打てるからさ、そうです、だから低い低いくんだったらもうあんまり気にしなくていいんじゃないとかっていう、キョンって言うと似てる、キョンってもすごい潜るよね、潜るよね、打てるし、うんうん、だから風のぶつけながらとか、そういうこの高さでの風だから楽だから、うん、だから聞いたらめちゃくちゃ楽だから、ああ、なんか嬉しそうね、もうね、すっごいもうね、もう緊張感がある、そうですね、一切間違いないんですよ、まあ、間違えちゃいけないんじゃないけど、そんなプレッシャーかけなくたってね、まあ、ちゃんとやるけどね、で、あれ、おかまこっちゃね、初の予選落ち、喫水は出た、持って270とかそう思ったんだよね、あ、そう、ちゅう、きついなと思ってあ、もうすごかったもん、ハゲてる、ちゅう、若干こうやって投げてたのよ、こうやってだから俺はもう、あっしゃーみたいな言ったら、バチャンと出たのかれて、あざーす、何、切れてんのと思って